皆さんこんにちは、わきょうのあれんです。お久しぶりです。今ただいま自粛生活を続けてかれこれ2週間以上が経ちました。はい、今回久々に外に出てこちら あのゴミをですね捨てるために外に久々にやってきました。今この動画を見てて分かると思うんですけど、もう街の中全然人がいないですね。ちょこちょこいるんですけど、やはり前回に比べたら車も走ってませんし人も全くいません。こちらが今ヤンゴのサンチャンっていうところにいるんですが、サンチャンからゴミを捨てる途中の道なんですが、こういった感じでも全く人がいませんし、いるのも多分何かの用で出てるだけで、相当なことがないとやっぱり皆さん出てない気がします。はい、こちらミャンマーでも少しずつコロナの患者数が増えてて、50人以上今超えてどん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 増えていく状況で、日本に比べたらやっぱり増えてる数は少ないんですが、確率に少しずつ増えてるっていう状況となっています。こちらが今大通りの方まで出てきました。車も今走ってるんですが、これも以前と比べたらもう本当に少ない方で、いつもならすごい大渋滞状況なんですけど、今走ってる車もほとんどタクシーだけで、タクシーもすごい少ないですね。もうこれ右も左も見ずに渡れちゃうのが不思議なくらいですね、ヤンゴンでは。はい、で今こちらのすぐ見えるオレンジのこの大きなやつが、これがゴミを捨てるとこない、ここかに捨てる、こういう感じで捨てるんですね。はい、でこういったオレンジのボックスが各地にあるので、そのボックスをお家の近くにボックスがあればそこの方にまで行って見てみてください。すごいですよ、車全くないですね、全部閉まってます。はい、はい、じゃ自粛生活を政府の方が外出自粛をすでに言われているので、無駄な外出はしないので、これ以上撮影をするために外に出ることはしないんですが、こういった感じの街の様子となっています。はい、やっぱりミャンマー人の方でもこの限られたマスクをとにかく確保してつけてるっていう感じで、もうどの店も飲食店は閉めて、全くこう店を出してる方もいなければ、こうまあ娯楽というかそういったものも全くしてなくて、皆さん家でしっかり備えてるって感じですね。なので最近アレンが見てて気づくのが、なんかベランダに出るミャンマー人が多いんですね。と家にいてもすごく退屈なので、ベランダに出て日光を浴びたりとか、ちょっと街の様子を観察してる方が多いのかなと思います。でこちらまっすぐ見える今これココナッツですね、置いてるおじさんなんですけど、こういった感じのサービスが未だにあります。ココナッツを売ったりとか、あとゴミの回収だったりとか、このこういったサービスが未だに充実してて、あとフードパンダさんとかも未だにデリバリーを提供してくれるので、お家にいながら美味しいおみしい料理をお持ち帰りできる、家にいながらここも出ず美味しい料理食べることができる状況になっています。はい、でこちらが今有名なサンチャンストリートの方に出てきました。サイカーの方ももう一人しかいないですね。いつもならここにサイカーのステーションが溜まってるんですが、全く今いなくて、本当に車も少ないですね。まあ、こういった状況が今ヤンゴンで起こっています。はい、誰一人とやっぱり外に出ずにみんな自粛して耐えてますね。はい、こういった感じでお水もこうしっかりと定期的に回っているので、お水の方の確保もしっかり皆さんもできていると思います。ゴミもこういった感じで、さっきアレンをゴミ捨てに行ったんですけど、こういった感じで彼らが叫んでゴミの回収を促しています。はい、これが今のヤンゴンの市内の様子でした。これからアレンもお家に帰ってしっかり自粛生活をして、コロナ対策していきたいなと思います。これからコロナについて情報をどん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 ブログだったりとか YouTube で上げていきますので、これからも観察よしっかり動画
見てください。よろしくお願いします。あと何か質問やリクエストがあればコメント欄でよろしくお願いします。では失礼します。たったん。